本のせいで若者がおかしい。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあかねです。世界中で愛されている日本のアニメ、その魅力的な表現は海を越え多くの海外作品にも影響を与えています。今回ご紹介するのは、日本のアニメがハリウッドのクリエイターに与えた影響について、アメリカのアニメニュースサイトの記事も取り上げながら詳しく解説いたします。日本に影響を受けるハリウッドクリエイター。2024年5月、アメリカのストリーミングサービス MAX において、 DC コミックのスーパーマンをベースにしたアニメシリーズであるマイ・アドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンのシーズン2の配信が始まりました。アメリカを代表するスーパーヒーローを主人公にしながらも、日本のアニメの影響を色濃く感じさせる本作。プロデューサー兼アートディレクターのジェイク・ワイアット氏は、インタビューにおいて日本のアニメの大ファンであり、制作現場においてはアニメが共通言語となり、チーム全体で理解を深めるツールになっていると語っています。アメリカのアニメニュースサイト、アニメニュースネットワークは、アニメはいかにしてスーパーマンを救ったかと題した記事を掲載。画像とともに具体例を挙げながら、作中で日本のアニメ作品へのオマージュが多数見られることを指摘していました。では、早速ですが、アニメニュースネットワークがこの件についてどのように報じていたのか、記事の一部を翻訳してご紹介いたしましょう。近年、私たちが目にするのは、人々と共に歩む親しみやすいスーパーマンの姿ではなく、どこか苦悩を抱えたようなスーパーマンの姿ばかりでした。コミックでは、これまでにもシリアスでダークなスーパーマンの物語が描かれてきましたが、ザック・スナイダー監督の映画に登場するスーパーマンは、特に冷淡で自己中心的。過去10年間のスーパーマンのイメージを決定づけてしまったと言っても過言ではありません。スナイダー氏が DC 映画の監督を退任する前に企画が承認され、彼の退任後に公開されたマイ・アドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンは、明らかに従来よりも暗さが抑えられた作品。そして本作では、日本のアニメの影響をより強く受けた新しいスーパーマンが描かれました。しかし本作は、スーパーマンの原点回帰と現代的なアップデートの両方を試みているため、その功績をすべてアニメに帰するのは適切ではありません。とはいえ、アニメの影響は単なるビジュアルや小ネタの引用にとどまらず、もっと深い部分にまで及んでいると感じられるのです。まずは、わかりやすいアニメ要素について触れていきましょう。マイ・アドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンの制作を担当したのは、スタジオ・ミールという韓国のアニメーションスタジオ。同社のスタッフは、会社の設立よりも前から日本のアニメの影響を受けた作品、アバター、伝説の少年アンの制作に携わっていました。その後も、レジェンド・オブ・コーラやフォルトロンといった日本のアニメの影響を感じさせる作品を制作。共同制作者のジョシー・キャンベル氏はインタビューで、アニメからの影響を次のように公言しています。私たちに影響を与えたアニメはたくさんあります。美少女戦士セーラームーンからは魔法少女的な要素を少しだけ取り入れましたし、ドラゴンボールについては多くの議論を重ねました。それから新世紀エヴァンゲリオンやガンダムシリーズについても、ビジュアル面を参考にしただけではなく、タイトルなどにもアニメへのちょっとしたオマージュを隠したりしています。このように
制作人自身がアニメからの影響を認めていて、作品にはさまざまな要素が散りばめられているのです。インタビューで挙げられたアニメ作品の影響は実際に作中で確認することができます。例えばマイアドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンの第2話で、主人公のクラークがスーパーマンスーツを装着するシーンは、美少女戦士セーラームーンの変身シーンを彷彿とさせるもの。スーパーマンの体の各部をクローズアップし、青いエネルギーが彼の全身を包み込み、象徴的な青いコスチュームへと変化していく様子は、まさにアニメ的な演出と言えるでしょう。また、第7話に登場するのは、異次元からのトリックスターであるスター・ミクシーズ・ピトルク。彼の容姿はドラゴンボール Z に登場するような人間離れした異世界の悪魔や神々を彷彿とさせます。さらにこのエピソードのタイトル「キスキス・フォーリン・ア・ポータル」はアニメ「オーラン高校ホストクラブ」のオープニング曲である「桜キッス」の歌詞を引用したもの。そして最もわかりやすいアニメへのオマージュは第6話に登場。自己防衛のために作られたムッシュ・マラーとブレインはロボットアニメ「天元突破グレン・ラガン」に登場する顔面にそっくりです。顔面の特徴はずんぐりとした胴体に対して極端に大きな顔の比率。これはムッシュ・マラーとブレインのデザインにも反映されています。また作中に登場する巨大な軍用ロボットはガンダムを連想させるもの。しかし番組冒頭で映し出される角張った頭部や三角形の胸部、細い腰、ギザギザの肩といったデザインは新世紀エヴァンゲリオンに登場するメカのデザインも彷彿とさせます。さらに第3話ではテック界の大物であるイフォとパラサイトに新たなスーパーヴィランの起源が与えられるシーンがあるのですが、これはエヴァンゲリオンの影響が顕著に現れたもの。特に注目すべきはパラサイトスーツが使用者と生物学的に接続する必要があるという設定です。これは機械と有機体の両方の構造を持つエヴァンゲリオンによく似た設定。スーツがパワーアップした際に捕食動物のような獣の姿に変貌する点も、制御不能になったり暴走モードが起動したりすると野獣のような姿になるエヴァンゲリオンを強く意識していると言えるでしょう。また都市全体の電力を吸収したパラサイトスーツはゴジラのように超高層ビルほどの大きさの巨大な怪獣に変異。このシーンもアニメからの影響を強く感じさせる要素の一つとなっています。では次に少女漫画や少年漫画のストーリーテリングからの影響について考えてみましょう。ここで注意しておきたいのは、少女漫画と少年漫画は厳密なジャンルというよりは主な読者層を指す言葉であるということ。少女漫画や少年漫画に分類される作品であっても、すべてが画一的なキャラクター描写をしているわけではなく、多くの作品では両方の要素が混在しています。しかし、少女漫画と少年漫画には、それぞれに特徴的なストーリーテリングの傾向が見られ、それを踏まえて作品を分析してみると、興味深い発見が得られるのです。少女漫画が重点を置いているのは、女性的な美的感覚に加えて、登場人物の感情や人間関係を深く掘り下げること。主に女性である主人公は、出来事に対して自分の周囲の人々がどのように感じているのかを深く考え、その気持ちを相手に伝えたり、逆に相手の気持ちを尋ねたりします。私は相手をどう思っているのか、相手は私のことをどう思っているのか、
なぜ私はこんな気持ちになるのか、なぜ相手も同じ気持ちを抱いているのか、このような心の葛藤や自己分析は少女漫画の魅力の一つと言えるでしょう。一方、少年漫画が伝統的に重点を置いているのは登場人物が行動を起こすこと。主に男性である主人公が目標を達成するために努力したり、その方法を考えたりする様子が描かれています。もちろん、登場人物が自分の感情を表現することもありますが、少女漫画のように直接的に感情に浸りすぎることは少なく、行動によって感情を表す傾向が強いのが特徴。恋愛をテーマにした少年漫画では、登場人物、特に男性は、自分の気持ちを言葉で伝えるよりも、好きな人のために何かをすることで愛情を示すことが多いようです。また、魔法少女ものの少女漫画は、他者のために悪と戦うという行動的な役割を女性主人公に与えつつ、彼女たちの女性らしさも大切にしています。ストーリーの多くは、普通の女の子が魔法の力を手に入れ、日常と魔法少女としての戦いの両立に葛藤するというもの。それに対してバトルものの少年漫画は、主人公に対峙する敵を設定するだけではなく、未熟な主人公が訓練や戦闘を通して、能力的にも精神的にも成長していく過程を描いています。少女漫画と少年漫画という用語を用いると、一般的には少年漫画の範疇に属するのがスーパーマンの物語。例えば、クラークがスーパーヴィランと戦う中で、自身の能力を解放し、自分自身とクリプトン、スーパーマンの故郷の惑星について理解を深めていった点や、投げ技や打撃技を駆使する点などは少年漫画的要素と言えるでしょう。しかし同時に本作には少女漫画的な恋愛要素も豊富に含まれています。本作ではスーパーマンだけではなくロイス・レーンにも焦点を当てているのですが、多くのヒーローものとは違ってクラークとロイスの関係は急速かつ自然に発展。そして最終的に二人のロマンスを成就させたのは、互いがなぜ相手を好きなのかを率直に伝えることであり、その段階に至る前に二人の関係を崩壊させかけたのはコミュニケーション不足でした。とはいえ、少年漫画的な恋愛のアプローチがこの作品に欠けているわけではありません。ロイスのためにコーヒーと花を買い、銃弾やレーザーからロイスを守るクラークは少年漫画のよう。このようにマイアドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンは少年漫画と少女漫画の両方の要素を巧みに取り入れ、魅力的な物語を展開しているのです。ここまでマイアドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマンにおけるアニメからの影響について詳しく見てきましたが、この記事のタイトルは新しいスーパーマンのアニメの影響ではなく、アニメはいかにしてスーパーマンを救ったか。つまり、この作品は単にアニメファンを楽しませるためのオマージュを散りばめた作品でも、有名なスーパーヒーローをアニメ風にアレンジしただけの作品でもないということです。日本のアニメからヒントを得ることで、スーパーヒーローの利他的な善に対する信頼をスーパーマンの世界に再び注入したマイ・アドベンチャーズ・ウィズ・スーパーマン、つまりスナイダー監督によって作品から一時的に失われていた利他的な善は日本のアニメによって取り戻され、スーパーマンは救われたのです。記事の翻訳は以上になります。ハリウッドのミレニアル世代の人たちは日本のアニメから大きな影響を受けているという事実はアメリカではよく知られているようで、これらのオマージュについては多くのアニメファンが大喜び。ネット上には
多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。制作側もファンがそれに気づくことを意図してやっているんだろう。視聴者が作品に盛り込まれたアニメの要素に気づいて、過去の記憶と結びついたら、作品への印象が深まって自分たちの作品がよりよく見えるからね。アキラの有名なバイクシーンも欧米の作品で何度もオマージュされているよね。制作陣にアニメファンがいるから自然とアニメの影響が出てしまうのであって、そこに深い意味や意図はないのかもしれないね。スーパーマンに変身するシーンなんてセーラームーンの変身シーンにそっくりよね。ある年齢層にとってはたまらない演出だったんじゃないかしら。アートは常に互いに影響を与え合っている。特に近年は日本のアニメが世界的に人気を集めているから、人気のヒーローであるスーパーマンと人気の高いアニメのスタイルを融合させることは決して悪いことではないし、むしろ自然な流れと言えるだろう。まとめ。近年のハリウッドでは日本のアニメの影響を受けた作品が増えているだけではなく、日本のアニメや漫画の実写映画化も盛ん。しかし、それを成功させるためには、原作を深く理解し、敬意を払える人材が不可欠です。アニメを知り尽くした世代が映画界に進出することで、実写化の質は向上していく、と期待を寄せるのは、日本の人気漫画を実写映画化した、セイントセイヤ・ザ・ビギニングの監督である、トメック・バギンスキー氏。また、クリード、過去の逆襲のファイトシーンに、ナルトや、はじめの一歩の影響が見られるのも、主演のマイケル・B・ ・ジョーダンがアニメ世代であることが理由の一つとなっています。原作への愛と理解を持って、制作に取り組むハリウッドのクリエイターたち。海外の有名クリエイターにまでインスピレーションを与えるほど、日本のアニメのレベルが高いことを、私たちは日本人としてとても誇らしく感じますよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。